で日本のせっかくいい幼稚園小学校教育をなんか最近の学校改革のいろんな計画を聞くと、うん、なんか非常に危ない目に立ってるかと思いますね。ですから、まあ、十分そのことを私は読んでいないんだけれど、どういうところが危ないと感じになるんですか。やっぱり学習動物で教育するっていうのが一つの文科省から の指摘だと思いますけれども、うん、政策だと思いますけれども、それはやっぱり非常に教室の中でそのせっかく日本の小学校の教師が気を配って作ってきてる平等に、うん、対していろいろ問題を起こす可能性はあると思います。でその学習動物で教えるっていうのはアメリカでいろんな問題がそれによって出てきてることにもかかわらず、それが最近のアメリカでそういろんな問題が出ているっていうことは日本の教育の関係者は知らないんでしょうか。どうなんだろう。それはおかしいんですよね。なんか日本ではやっぱり文献をその教育文献を読んでて、うん、現場を見てない方が多いかと思いますけれども、うん、学力別で教える問題は文献でも出てると思います、うん、先生ご指摘いろんな問題っていうのは例えばどういう問題ですか、はい、やっぱり分けるとどうしてもその できる子どもがそのできない子どもを見下ろして人間関係が非常におかしくなってきて競争相手としてお互いを見るとやっぱり学校が嫌になってもう不登校の問題とか、はい、学校で暴力を起こす問題だとかやっぱり自分が捨てられてる問題気持ちになると全ていろんな問題を起こすようになるんですよね。でそれがすぐに小学校時代の時点で出てこなくても中学校に入ったら必ず出てきますね。日本 の小学校の良さはやっぱりその平均点をできるだけサポートして高く上げるっていう解釈はよくされてるんですけれども、結構その非常にできる子どもでも面白く勉強してると思いますね。ですからこの間アメリカから15人アメリカ の指導主事とか現場の教師が来まして日本の小学校 の授業研究をずっと観察したんですけれども、やっぱり非常にその能力持ってる子どもも面白く授業に入れることを日本の先生は工夫してるっていうことで非常に感心したんですね。例えば一番最初に算数の授業でその分数と分数の、足し算の導入で半分と3分の1を足す、なんか具体的な問題を先生が言って子どもたちに半分と3分の1足すことは今まで勉強してないけどどうやったら足すことができるのかしら。で先生が問題を出して子どもたちが自分で一生懸命こう絵を描きながらとかそのやり方は覚えてないから一生懸命自分でやろうとしたんですよね。でやり方一つ分かったらもう一つ見つけなさいって先生が言うんですよね、うんうん、でそれは非常によく2つ見つけたらもう一つ証明の仕方見つけなさいって先生が言うんですよね、うんうん、だから一番できる子どもも全然できない子どもも非常にチャレンジを感じて問題に入るんですよね。でそういう技術そういう工夫何回もいろんな問題に対して見ました。ですからとてもいいね、はい、いいでしょう。いいですね、聞いててもとてもいいと思う。で例えば5年生の勉強でパターンを数学的に表現する勉強だと思うんですけれども、例えばテーブルが
一つあって、あの四つの席がある、四角いテーブルで四つの席があるんですけれども、テーブルもう一つ足したら、あの一つの席はなくなるんですけれども、三つが三つで増えるっていう、そういうで三つのテーブルになったらやっぱり席が一つあの削られるんですけれども、三つがあの増えるっていう、そういうパターンを子どもたちに、うん、そういう問題を出して、100もあのテーブルだったらいくつ席があるかっていう問題を先生が出したんですよね。でやっぱりそこであの一つの、 あの解け方は絵を描いて、その絵からこう計算するあの解け方もあるんですけれども、ちゃんとダイスを入れてあの溶かす解け方もあるし、もういろいろ解け方があるんですよね。だからそこでアメリカの先生が非常に感心したんですけれども、そういう解け方がたくさんある問題を日本の先生は集めてよく出してる。だからあので一つの解け方、もしダイスであの解けたとすれば、幾何学で出すあので溶かすあの溶かし方も考えてくださいとか、やっぱり非常にできる子どもは非常にチャレンジを考えて、非常にできない子どももどっかでこう頑張って具体的な興味持ちますね、うん、でいろんなあの解決の仕方を後でこう黒板であの先生がこう出してもらうから、もういろんなそれを分かり道っていうのかな、あの分かるそういう道先生方が作っていますから、非常にやっぱり平均的なあの教育だって言われてるっていうのは間違いだと思うんですね。ですから世界的に見てそれが平均よりずっと高いもの、うん、あの少なくとも理科と算数に対しては平均よりずっと高いものだっていうふうに見なくちゃいけないと思うんですね。で中学校の時期でもそうだと思いますね。まあ歴史的に見ても日本の文化の中で数学は非常に早く発達したんですよね、うん、あのこの徳川の時代から昔とか、だから日本人はあれやね、そっちの方はいいんでしょう、きっと才能があるのかもしれない、うん、でも国語とか社会も結構、うん、あのいい点はあると思うんですけれども、そういうのは国際的にあんまり問題にされないんですよね、あんまり調査ないんですね、うん、でもやっぱり日本の小学校教育をアメリカ の, あのいろんな先生が見てて、これだけの技術、これだけの例えばあの問題解決的なあの教え方をアメリカに持っていったら、それこそあの能力別なグループを使わないで済むとアメリカの先生方がみんな言ってました。でそれは本当だと思いますね。ですから非常にもう程度の高いあの教育してると思いますね。でちゃんと能力的に優れた子どもも、うん、興味なくさないようなあの学校教育は行ってると思います。で授業研究をずっと観察させていただいたんですけれども、授業研究でどういう問題が出てくるかっていいますと、よくできてくる問題は、一番できない子どもはどういう反応を示すかしらって先生方がみんな話してて、例えばこういう問題を出したら一番できない子どもはこうついていけるのかしらっていうことと、塾でもすでに習ってる子どもはあの面白くこうついていける問題かどうか、だから一番できない子どもと一番もうできてる子どもの話が大体あの塾業研究の準備の段階で出てきますね。そのあの研究授業計画立ててるところで、だから非常にやっぱりなんか極端なところの教育を考えていらっしゃると思いますね。そんなふうには報道されないですね。我々そういうふうな見方をしたことで、だって理科離れとか算数離れとかすごく日本の中では問題になっているとかよく言われるんですよ。理科とかそういうのが科学的なこととか嫌いっていう。だからどうしてそういう日本の、ね、話聞いてたら
どうして日本の小学校先生がこう頑張ってもう本当に工夫しながら素晴らしい問題解決授業そういう作ってる姿どうしてなんか一般の人にわからないかっていうのは不思議ですよね。だから PR が足りないっていう感じですよね。うん、まあ自分の国の悪いところもよくわかんないけどいいところもわかんないんですね。結局そういうことじゃないのかしら。でも日本人はなんか自分の国の悪いところよく分かってるような気もしますけれどもね。そういう反省が好きで。それは悪いところでしょう。その学習別にこう、はい、だんだん小学校もしていきました。学習の習熟度別に、はい、やりましょうっていう文部科学省の、はい、方向に関して現場の先生方は何か反応あるんですか。やっぱりそれは文科省で出たテーマだからもう真剣に考えなくちゃいけないってこう頑張って考えていらっしゃる現場の先生多いと思いますけれども、やっぱり授業研究のテーマとしてもよく最近は出てきますけれども、もういろんな問題があるっていうことはもう学校の先生がよく一番分かっていらっしゃると思います。ですからそれがテーマに出てきてもやっぱり完全にそのできる子どもとできない子どもを分けないで、なんかできる非常にできる子どももできない子どもも楽しめる、授業を工夫して考えてると思いますね。でこの間研究授業として見た授業でも、例えば分からない子を前においで、で分かった時に席に戻ってもいいからっていう習慣だとか、もっと研究したい子どもここにおいでってこう研究のテーブルを作ってる教室だとか、それはだから非常にその学習度を考えて作った授業だと思うんですけれども、そういう固くなってしまったグループを作らないで、みんながかなりフレキシブルにこう自分のペースで学べるいろいろ工夫を考えてると思いますね。ですからもうみんなそれをテーマとして扱おうとしてると思います。結論は日本の小学校の教育は悪くないと、いいと、うん、しかし大学になると危ないと、大人になるともっと危ないと、政治家が一番悪いと、こういうことになるかしら。病気であるっていうことは悪人っていう意味じゃないんですよ。うん、はい。はい、これ全人的なものが要求されますからね、本当の教育の場合、小学生はそうです。だから小学校の先生は大変ですよね。うんうん、とてもタクシングな仕事ですよね。うん、そうですね。うん。